メリカ・フォーブスが選ぶ2022年最高の韓国ドラマ20選出。韓国動画配信サービスウェーブにて2022年有料加入者数第1位獲得。女優ハンソキ様やコユンジョン様といったスターたちも魅了されたとニュースに。アメリカ、中国、台湾でも話題になると、ヨーロッパや中東での配信も続々と決定。そんな世界を席巻する超話題作が日本初上陸。弱いヒーロークラスワン。なんてオープニングでめちゃくちゃハードル上げましたが問題ないです。期待値上げたまま見てもらっても圧巻です。多くの方に見ていただきたいすごい作品で、せっかく日本での配信が決定しましたので、今日は弱いヒーローについて紹介していきたいと思います。もちろんネタバレなしです。弱いヒーローは同名のウェブ漫画を原作に制作されたドラマです。ただキャラクターの家庭環境が違っていたり、ドラマオリジナルキャラクターが出てきたりと原作とはだいぶ異なります。韓国内最大の配信サービスウェーブのオリジナルドラマです。2022年11月18日から韓国で配信スタート。またネットフリックスオリジナルの DP 脱走兵追跡官を脚本演出したハンジュニ監督が総責任者を務めたため、 DP の俳優たちが多く出演しています。脚本と演出は各映画祭で受賞経験があるユースミン監督。ちなみにユースミン監督は俳優ユースビンさんの実のお兄さんです。全8話、1話40分程度と少し短めです。前世の頭脳を持つ優等生ヨンシンは誰とも群れず勉強以外に興味がありません。いつも静かに勉強だけをしている彼は女性のように綺麗な顔立ちで小柄な体格をしていました。しかしそんな優等生のシンをよく思わない同級生らはシンに必要な嫌がらせをしていました。いじめがエスカレートしたある日、同級生らはシンの突然の反撃に戸惑います。その綺麗で物静かな見た目からは予想できぬ殺伐とした戦い方。卓越した頭脳と洞察力で彼らに冷酷な制裁を下します。最後の一発を殴ろうとした時、同じクラスのアンスホが止めに入ります。シンはスホにも殴りかかろうとしますが、MMA をやっていたスホには到底叶いません。その一件で同級生らの恨みを買い、絶対絶命の危機に陥ってしまったシン。そんな時、アンスホと転校生のオ・ボムソクが現れます。やがて彼らは裏組織も絡む事件へと巻き込まれていくのでした。勝つよりも守りたかった。天性の頭脳と分析力で学校内外の暴力に対抗していく弱い少年のアクション成長ドラマです。ヨンシウン、天性の頭脳を持ち勉強以外は興味がない優等生。最小限の力で最大限の攻撃を与える頭脳戦で不良たちと戦っていきます。そんな彼に二人の友達ができたことで人間らしく変わっていきます。そんなシーンを演じたのはパクジフン様。アイドルグループワナワンの元メンバーです。幼い頃から子役としての活動経験があります。ドラマとしてはコッパダンなどに出演しているほか、恋愛革命や遠くから見ると青い春など主演ドラマもあります。本作では無気力な眼差しや怒りを繊細に表現しました。アンスホ、アルバイトを掛け持ちしながら暮らす元 MMA 経験者。そのため喧嘩が強いが不必要な場所でそれを見せることはしません。口癖は一線を越えるな。自由奔放で正直な性格。そんなスホを演じたのはチェ・ヒョヌク様。25、21で一躍注目されました。他にもラケット少年団などへの出演があります。長い手足から繰り出されるアクションが見どころです。オ・ボムソク、いじめから逃れるためシウンとスホのクラスに来た転校生。転校早々シウンをいじめていた同級生たちに目をつけられますが、いつの間にかシウンとスホと一緒に過ごすように。シウンやスホへの憧れか劣等感か、繊細な感情の持ち主。そんなボムソクを演じたのはホンギョン様。2021年ペクサン芸術大賞で映画部門新人賞受賞。本作でもドラマ部門にて新人賞ノミネートされました。 DP やホンチョンギなどにも出演しています。大きく揺れ動く高校生の感情をリアルに演じました。その他、家出した青少年たちが非行を繰り返して暮らす家出ファミリーの一員4位を未成年裁判、キルボックスなどのイ・ヨン様、家出ファミリーのリーダーチョン・ソクテを18の瞬間、冠婚などの新生母様が演じています。フレッシュな顔ぶれが揃っていますが、見事に演技派ばかり。高校生の不安定で緻密な感情を圧巻の演技で演じ切りました。
第1話、嫌な感じの不良同級生たちが登場し、主人公のシウンは明らかにいじめられっ子に見えます。でもシウンはただのいじめられっ子ではありません。全く臆することなく言葉を返し、むしろ暴力は倍返しにしてしまう、そんな性格。さらにそこに現れるのが総合格闘技経験者のスホ。誰も主人公がいじめられるところなんて見たくないと思うんです。なのでいじめを受けているはずの主人公が一番冷酷で暴力的という、その斬新な設定のキャラクターに1話目から魅了されるはずです。DP と同じで今作は社会の不条理について描かれた作品です。 DP では軍隊の中の暴力、今回は学生の学校内外でのいじめ暴力。でもだからといって全体的に暗い話ではないんです。いじめや暴力といった重たいテーマなのにもかかわらず、話の中にどんどん引き込まれていきます。私はこのドラマが重く見えない要因はスホの存在だと思います。結局これも1のキャラクターの魅力に起因してくるんですけど、ひょうひょうとしていて自由奔放、お調子者のスホがいることで、この重たいテーマのメッセージ性はしっかりと残しつつも、高校生ならではの軽やかさ、テンポ感も入った仕上がりになっています。なので最初から最後まで暗くて重たいドラマはちょっとという方にもおすすめできる作品です。いじめ方や劣等感の感じ方、それって SNS が発達した今と昔でまたちょっと変わってくるものだと思うんです。ネタバレになってしまうのであまり多くは語りませんが、一つ一つの出来事や気持ちの変化を起こす原因となるものが、本作ではあー今っぽいなーと感じる演出ばかり。そういった細かいところまでしっかり時代に乗せてくるあたりがとても秀逸で良かったです。日本での配信先は5月27日土曜日からHulu にて一挙独占配信です。Hulu では2週間の無料トライアルがあるため、Hulu の会員ではない方も無料で視聴可能ですので、ぜひぜひ見てみてください。ちなみに楽天引きではすでに視聴可能なので、少ないとは思いますが、引きユーザーの方もぜひ見てみてください。